はい、皆さんこんばんは、ラナです。今日はね、私は実はいつも通りコラボを撮ろうと思って、でね、このコラボの前にちょっとね早めに着いてしまって時間があったので、まあね、久々でちょっと一人で動画撮ろうかなって思って今この感じで撮っています。でね、今回のコラボの相手なんですけど、すごいもう楽しい子で、まあ、テンションが高くて、で私は自身ですごい好きだし、で最近はね、まあ、お互いでね、いろいろ忙しくて会う機会もほとんどなかったなんですけど、どうですか、誰だと思いますか。まあね、それぐらい言ったらもうね、皆さん絶対もう分かってると思います。まあね、とりあえず彼女はね、多分あと20分ぐらいで着くと思うので、まあ、その間でちょっと皆さんと乾杯してお話しします。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。乾杯。やっぱ一人のお酒はね、特別でうまいね。はい、で今日のおつまみなんだけど、ホタテの焼き貝ひもと、あとまあじゃがりこです。ね、皆さん今日の朝ってニュース見ましたか。あのね、ちょっとすごい、まあ、これは絶対皆さん知ってると思うんですけど、で松山英樹選手がアメリカの有名なあのマスターズというゴルフトーナメントで優勝を取りました。でね、これがさ、何が一番すごいというと、これはね、アジア人がそのマスターズで優勝したことないみたいので、だからもう本当にすごいなと思いました。なんだろう、全世界でね、初めてのなんだろう、日本人だけとしてではなく、アジアの代表としてみたいな感じで、まあ、すごい良かったと思いますね。あとね、私の友達も、まあ、ちょこっとゴルフやってる人もいるし、結構その件でなんかめちゃくちゃ盛り上がってる人たちがいました。まあ、なので改めてというか、改めて乾杯したいと思います。今回はね、松山英樹選手のに乾杯になります。はい、乾杯。みんなさんはどうですか、ゴルフとかやったりしてますか。私はね、興味がありますけどやったことないし、でね、そもそもロシアってゴルフがないから、なんだろう、まあもちろんそういうゲームがありますっていうことは全然知ってるなんですけど、もうちょっと体験したことがないし、で日本に来てからだいぶね、人気で、普通のね、会社員の方とか、まあ、趣味でやってる方はすごい多いなって思いました。うん、いいな、少しだけピリッとして。はい、でね、正直言って言えば、日本の、なんだろう、人気のスポーツって、ロシアにないんですよ。なんかさ、野球もそうだし、まあ、ゴルフもそうだし、で、まあ、この2つはね、ね、この日本で言えば一番人気のスポーツなのに、ロシアはね、全然やってる人がいません。でね、ロシアの人気スポーツって言えば、やっぱね、まあ、これも絶対皆さんが好きと思うんですけど、サッカーですね。もうやっぱもうロシア人って言えば必ずみんなサッカーを見てます。でその次では、まあアイススケートとか、あとアイスホッキーとか、バレーボールとか、うん、まあね、ちょっと順番が勝手に決めちゃったなんですけど、とりあえずこんな感じです。で、バレーボールに関しては、私はね、実は学校の時はまあちょこっと、まあちょこっとというかね、週1ぐらいのペースで、まあ先生たちと、まあ、趣味として、まあね、こうゲームやったりしてました。うん、懐かしいな。ね、ちなみに東京に来てからもうバレーボール全然やったことないけど、あ、そっかね、夏場とかはね、暑くになるとビーチバレーボールとかしてますよね。それぐらいかな。はい、でだいぶね、もう全く関係ない話が長くなっちゃったんですけど、で今回のテーマですね、日本が羨ましい。まあ今日はね、そのテーマについていろいろお話ししたいと思います。まあね、皆さん絶対気づいてると思うんですけど、やっぱコラボが
すごい多くて、でこのコラボでやっぱいろんなね国の方とお話ししてて、でしかもみんなかなりね普通に日本で生活したりとかして、で長くすごい長く生活してる人たちもいるし、でそれはねやっぱこの国を好きだから長くここにね生活したりとかして、まあ、普通にね日本社会で働いてここでね楽しくね生きたりとかしてますよね。はい、でね、皆さんがここに長く住んでるっていうことで、やっぱ日本のことをすごく好きだと思います。まあ当たり前だろうけど。でね、外国人の目線から見ると、やっぱりね、日本でいろんなね、便利なものをたくさんあって、海外にないものがすごく多くて、でそれにね、もう慣れてしまうと、なかなかね、自分の国に帰ったりすると、すごいね、生活が不便に感じてしまいます。で、みんなさんの日本人がそれは本当に何だろう、まあ、この環境で生まれて育てられてきて、ここでね、まあ、日常の生活していて、それはすごい当たり前だと思ってるだと思いますけど、あのね、やっぱ全然違うところで生活していた外国人から見ると、もう本当にね良さすぎるですよ日本って。でも本当に外国人の人から見たら、もう本当にねこれの当たり前なようになって、ものねたくさんあって本当に羨ましいと思います。でね、まあみんなさんが、まあ、外国人の方なんですけど、みんなさんはねやっぱ第一で羨ましいところっていうのは、大体ねこう治安がいいだったりとか、空気がきれいだったりとか、人が優しいとか、ね、電車が時間通りに来てるし、店が多くて、ご飯はすごい美味しくて、もう本当にね、これはものすごいいいなんですよ。もう皆さんもね、これは当たり前と思ってるだろうなんですけど、まあ自分の中では、そういうことに絶対感謝しないといけないって私はもう本当に思っています。まあ、ということで、このね、このチャンネルを見てくれてる方の中では、結構海外ね、旅行行ったりとか、海外行ったことある人たちとかももちろんいると思いますので、これってやっぱ海外に行った時って、不便だと思いませんでした？なんかさ、まあ確かに観光地だともう本当に便利でいろんなものがあると思うなんですけど、そうなんだろう、日本人の皆さんから見たら、絶対ね、この当たり前なものがなくて、電車が遅くなったりとか、コンビニがなかったりとか、あとご飯はね、やっぱちょっと合わ、ね、口に合わないものだったりとか、まあいろいろ経験したことあると思います。で、これはね、やっぱり観光に行ってるっていうことで、まあね、何日間か、1週間とかぐらいの程度だったら、全然ね、新しい文化だし、すごい、なんだろう、嫌な気持ちにならないし、絶対我慢できると思うなんですが、ですがね、もうこれって、普通なんですよ。あれはもう何も便利なものがなかったりとかさ。でそれでみんなが普通に、まあ、毎日生活していたりとかして、だからやっぱ日本に来るときはすごいね、こうカルチャーショック受けたりとか、びっくりしたりとか、そのやっぱね、こう日本好きになったりとか。でそれはね、もう本当に外国人からしたらもうすごい羨ましいポイントになります。だからみんなさんも、なんだろう、自分の国をもっと誇りを持った方がいいと思います。あとね、実はもうゲストがもう来ちゃってて、まあね、早速終わりたいと思います。でね、待たせるのはあまり良くないので、ちょっとね、はい、じゃあもうこれからちょっとコラボの撮影に入りたいと思いますので、はい、皆さん今日も見てくれてありがとうございます。また次の動画でぜひお会いしましょう。チャンネル